金沢市は今月6日以降、個人からの救援物資を飲料水や粉ミルクなど8品目に限って受け付けています。県ではまだ個人からの物資提供は受け付けておらず、今回金沢市に集まった飲料水およそ3000本が七尾市内へ搬送されました。市としてはいち早く県内の珠洲市や輪島市などの復興を支援したいという思いから、個人を含めた救援物資の受付を6日から始めました。市民からお預かりしたそういった善意の気持ちも早く届けて復興を願っています。金沢市での救援物資受付は今月14日までで、受付は金沢高校のそばにある泉本町倉庫で行っていて、午前9時から午後4時まで受け付けています。